俺たちの時間。お疲れ様でーす。俺たちの時間のアキでーす。おーす、沢健でーす。あれ、沢健じゃないでしょ。今までで一番くじ一回もフィギュア当てたことない沢健でしょ。うわー、なんその二つな長いな。実は実際そうじゃん。実際そうだけど、実際そうなんです。ね、意外とね、僕のこの俺たちの時間のチャンネルでは、結構一番くじでフィギュア当てましたという動画をね、上げてるんですけれど。多いですよね。あれ一回もね、沢健くんが当てましたみたいなのをやってない気がするんだよね。やってないね。うん。当たんないね。あれよ、当たんないね、じゃない。当たんないね。そう。最初言えてない、もう怒りが強すぎて。ちょっと今回ね、またやべえ一番くじ来ちゃったんだよ。うわ、おいしょ。今回の一番くじは、ジャル、ジャン！ワンピースフィルムレッドー！よいしょー。ないな。ワンピースフィルムレッド見たよね。見た。麦わら海賊団と、シャンクスウタの、フィギュアが今回出ますと。いやいやー、もうあれはもう本当にいい映画だったもんだったよね。ねえ、めちゃくちゃ良かったよ、ね。おもろかった。てか、もうね、実はね、こんな会話しといて、もうお互い引いてきてます。引いてきてます。ただ今回ちょっとお互い都合が合わなくて、バラバラで引いたんですよ、ね。そうそう、いつもね、この感じから引き抜くぞをやってんだけどね。そう、たまたま今回できなかったと。そう、できなかったんで、バラバラに引いてきました。はい。ここで報告。マジで知らない、そう、お互い知ってない。お互い知らない。そう、お互い知らない。お互い知らないけど、ここで初めて報告すると。うん。ちなみに。ちなみに、何回引いた？ちなみに僕はですね。はい。珍しい。15回引きました。結構引いたね。あ、結構いった。15回って、なんぼ？ 10 回で7000とか。あ、じゃあ1万。1万ちょいとかっすね。1万ちょいぐらいか。1万ちょい。結構やったね。結構いった。だね、私、アッキーの方はですね、はい、8回かな。おお、中途半端な中途半端です。で、ちなみに、プラス、スタッフさんがですね、今回やってまして、はい、スタッフさんは、10回やってます。おお、33。そうだね。まあ、今回誰が一番フィギュアを当てたか、まあ、そんな感じの勝負が、おお、いいでしょう。に生まれちゃうね。おい、当たったか当たってないか置いといて、はい、フィギュア賞だけガガガガンと出していきますわ。あ、いいね。解消はまあまあ、そのいっぱいあるからね。うん、それはまあ置いといて、うん、だから、その、目つぶってもらって僕がね、もう、何もなかったら、何もなーい、なる。そうだね。うん。何も来ねえんだろうなー。見てろ。何も来ねえ。見てろ。じゃあ、俺のターン、行くぜ。はーい。トゥル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 はいはい、お帰りなさい。ただいま帰りました。お帰りなさい。まあ、どれから行こうかな。あれ、いいじゃん。どれから行こうかな。ラグカップに順番なんてないから。わかった、どう行くから、どう行くから、ちょっと目つぶってて。わかりました。その、その世界で目つぶっててね。せーの、ドゥン！いい賞、開けていいよ。はいはい。いい賞。はい。ジンベエ！やっててる、でっかでっけえべ、でっかやばでっけえべ、初だよね、これね。初ジンベエのおとっつぁん、すげえ。15分の1、ジンベエのおとっつぁんなんだが、はい。まだ終わりじゃないですよ。まだ終わりじゃない。まだ終わりじゃないです。あれ？ 2 体目 !2 体目、はいはい。あ、動かしてください。ドゥルルダン！シャンクス！おー、いい！俺が一番惜しいやつ、これ。この戦争、終わらせに来た。かっこいい。やばい。シャンクスー。マジで？もうすげえね。すげえべ。あ、お、あ、え、あ、お、あ、あ、嘘で、15なんだが。15で。15なんだが。なんだ？今回振るった、我が運。我が運は今回振るった。もう一個あるのよ。いくよ。はい。ドゥルルルルルルジンの歌。うわー、マジか。歌ー、親子が揃った。え、マジで親子と劣った。ああ、おい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 、やめとけ。交換いたしますので、一旦お預かりします。あ、お預かりするな。お預かりするな。お預かりするな。15分の3でさ、まあ、でかしょ。5分の1だよね。5分の1。やば。え、おばあちゃん何人助けたの？おばあちゃん助けまくったよ。おばあちゃん助けまくった。ええ。1おばあちゃんで、あれだよ、フィギュア1体だから。3おばあちゃん助けた。3おばあちゃん、ジンベに関しては多分2おばあちゃんぐらい。2おばあちゃん。2おばあちゃん、めっちゃ重てんだよ、ジンベ。あ、そうなの？うん、超重たい。すごいね。すごい、もう満足満足、こいつはもう。マジか。これは満足。次、私が。
発表しましょうか。じゃあ、あ、ちなみに、はい、今回私が助けたおばあちゃんの数、はい、4おばあちゃんです。4おばあちゃん、4おばあちゃん助けました。フィギュア4ってこと？まあ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 、まあ、おばあちゃんを助けた数は4って。あー、なるほどね、なるほど、わかりました。はい、あ、楽しい。あ、来た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 。おばあちゃん、だから僕は8分の1かな。8分の、あ、これ、あ、これが全てあなたの勢力の、はい、あの、何人もさ、麦わら一味とさ、いる中でさ、はい、ジンベエかぶりすごくね、ここ2人で。じゃあね、はい、続きまして、続きまして、スタッフさん。あー、スタッフさん、はい、スタッフさんも一緒に弾いたんですよ、はい、僕が代わりに紹介させて、はい、いただきたい。うわ、なるほど、はい。あ、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 ドゥドゥドゥル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 だから、サーケンくんと引き分け。すげえ、でもすげえ。そうなんですよね。早速、じゃあ開けていこうか。開けていこうか。開けていこう。うん。お父っつぁんから行こうぜ、お父っつぁんから。まず。じゃあ、お互いのお父っつぁんから行こう。お互いのお父っつぁんから行こうぜ。お互いのお父っつぁんから行くか。お互いのお父っつぁんから行こう。お互いのお父っつぁんから行こうぜ。じゃじゃーん、ジンベエフィギュアー。でっか。でかいね。でかい。ちょっとこの後ろのさ、さっき言ってた、これ。ね、麦わら海賊団のマークはちょっと違うんだよね。そう、うん、ただこれはちゃんとした意味があって、まあ、まだ映画見てない人もいるかもしれないから、とりあえずそれは伏せとくけど、まあ、実はこれにも意味があるんです。はい、魚人空手ってやってるシーンがやってるね。五千枚瓦聖剣ね。ジンベエのなんかこの和テイストな感じなのに革ジャンみたいなのがさ、かっけーって思うよね。そうだね、ふんどしとかさ、そう、これ袴みたいなのに革素材の袴みたいなの、マジかっこよくね。確かにこれかっこいいね。これ他にないぞ、うん、かっけー。確かにこれはかっこいい。はい、どどーん、よいしょー、モキディルフィリーフィギュアー。モキディルフィリーフィギュア、うわ、すげー、すげー、いいね。あ、ほら見て、背中のマークがこれまた違う。本当だ、フィギュアのサイズ的にはちっちゃいけど、めちゃめちゃいい表情してるこれ。ああ、すごい、そのサイズ感ちょうどよくねえか。そう、これめっちゃいい。うわー、これやば、あの、俺の想像以上にクオリティが高すぎて、うん、俺がジンベエしか当たってないっていう現実がだんだんちょっとな、ショックでかい、ショックでかくなってきた。いや、全然当たりなんだけどね。俺たちの時間、すごい、いい、これすでに、はい、見せてください。ちょっとまださ、あの、ポール出してないんだけどさ、はい、ナミさん、これやばいよ。やばやばいよ、ナミさん。ああ、大変なことが起こってる。ナミさん、やばいよ、これ。マジで、え、マジで、これちょっとやってるね。これやってない、あの、髪型がね、あの、後ろで2つ結んでるのが最高にいい、これ。後ろね、ほら。本当に。ええ、ちょっと体のくびれやばいな。え、これ、え、タイツになってる、それ、なんか。あ、タイツ、うん、足。わ、バーターになってる。え、しかもさ、これさ。バーターじゃん。はい。このスカートの上からガーターあんの。あ、ほんとだ。あ、なるほどね。あの、たぶんベルトからガーターで、その下にスカート入ってんだ。そう。あら、まあ。いや、これはさ、これはちょっとエッチだね。ダメだよね。これはちょっと、ナミさん、このナミさんダメじゃね。これちょっとナミさんやったね。ナミさん、いや、ダメだよこれ。親子行くじゃん。あ、親子来ちゃった。まず親子行くか。これ今回の一番の当たりだよね。いやー、映画マジで良かったな。信じないな。忘れてた、ここぞとばかりに。フィギュア出るたびに信じないなってやろうと思ってた。ここぞとばかりに。でねー、サンクスフィギュア。この帽子をお前に預ける。いつかきっと返しに来い。いいなー、いいね。うらやましい。いいし、長年の秘密が僕一個明らかになったのがあります。はい、なんでしょう。
ない腕の方ね、縛っとるんよ。え、ほんとだ。あ、そうだよね、あのさ、ギラーン伏せろの前にさ、そう、腕確かこの辺から下がなかったんだよね。そう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 。あ、で、ちゃんとこの辺から下がギュッと縛ってる。そう、みんな長年の謎、ね、これはね、フィギュアゲットしないとね、わかんない、これ、ね、ネタバレです。シャンクスの左腕は縛ってる、ネタバレです。ネタバレになっちゃった。もう一個気づいてしまいました。シャンクスはすね毛が生えてます。生えてるだろ、そら。シャンクスにはすね毛が生えてます。サンジとトラファルガローと一緒ですね毛が生えてます。いやすごいね。娘行っちゃおうかしら。娘じゃあ娘来ちゃう。娘、あーあああ欲しい。歌欲しかった、本当に歌が本当に信じないな。うわー、かわいい、かわいい、うーわ、うわー、てれー、あー、歌フィギュア、やった当たってよかった。いや、いい、いや、いいね、いいし、やっぱね、今回のフィギュア、今回のフィギュアというかね、女性陣のスタイルいい。いや、いいね、ナミさんもそうだったけど、うん、あ、ちゃんとね、左手の方に歌のマークがあってね。ね、うん、私の歌でみんなを幸せにするんだ、新時代だだよね。新時代に突入したい男、新時代突入したね。やばーい、やばい、超かっけんだけど、このガチでやばい。なんなの、なんだ、やっぱさ、ワンピースってさ、うん、すげえや、本当にすげえ、この作品すげえ、本当にすごい、舐めてた。ちょっと今まで、いやー、ワンピースってあれでしょ、うん、なんかずっと前からある作品だよね、うん、とか思ったけど、やっぱやべえや、これやべえ、うん、これやべえ、いやちょっとね、みんなね、分かってないかもしれないけどね、俺今泣いてるからね、これ。泣いてんの、うん、感動して。あ、そん中泣いてんの、超、ね、泣いてるからね、これマジ本当にかっこよくて、本当にかっこいいね。いやこれすげえわ、すげえわ、マジで。俺ね、やっぱね、歌シャンクス手に入れちゃったらね、この並び見て思うけどね、うわー、見欲しすぎね。だよねだよね、見欲しいね。だよね、やばいね。僕今もう、今この撮影終わったら撮りに行っちゃうかもね。やりに行っちゃうかもね。ちゃんと見てって。うぅーもう大丈夫、超かっけえもん、ルビーやべえもんな、これだって、ウタシャンクスの娘だもん。はい、はい、というわけで皆さん、今回生まれて初めて、はい、一番くじフィギュアを当てたらこんな感じになります。こうなります。ハマっちゃいそうになっちゃいそうです。なります。と、うん、いうわけでね、はい、もうみんなもね、すごい一番くじ楽しいけど沼らないように、ちゃんとまあお家の人とか、まああとはその家族の人、友達とか、何回って決めるのいいかもね、もうね、相談して、うん、何回で欲しいみたいな感じでやって、うん、やった方がいいと思います。そうですね、はい、僕みたいになるんで、はい、遊びたくなっちゃうんでね。そうです、うん、この動画面白いと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。 SNS で Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらのフォローのほどよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイ。